ですスタートしましまたピンクの帽子2頭、コースタートまず13番エルフレスアリー出ていこうとしますがスッと10番プリモカリーナ間から11番そのままそのまま内から2番セレストデ・アモール4頭セレストデ・アモールわずかに出ていきました前の4頭から23馬身差ができて6番イコノスタシスは5番手からいっていますその後七7番のフォレクラフトに内は3番ハンファ・アイル・ゴー残り800を切っていきます中段から4番湘南ナ,ナダルがいって1馬身後ろ 12番エナジーチャイムが行きましたその後ろからは8番タイガー・リリーに1番デイズ・オブ・ドリーム3コーナーカーブにかかります1番審査14番ジェット・グリッター前半634秒0でいっています34コーナー中間後ろから2投目5番のオリア・メンディー開いて9番バルドマルヌ最高峰です 残り400切って4コーナー2番のセレスト・ダアモールわずかに先頭ですが並びかけに行く10番プリモ・カリーナ2頭4コーナーから直線この外からエルフレスサリー内を狙ってイコノスタシスこの外からは7番のフォレクラフトが伸びてくる200を切って抜け出た10番プリモ・カリーナリードを2バシン外から7番のフォレクラフト内は13番エルフレスサリーこの2頭は2着争いだ振り切った10番プリモ・カリーナリードを2バシンでゴールイン 2番手はどうか7番フォレクラフトか13番エルフレスサリーかこの2頭は2着争いとなっています。